よし、作っていきましょう。で、今回作るチェック柄なんですけど、四角を何個も作るんですよ。なので結構調整がむずくって、少しだけ練習をしました。とりあえずここの真ん中を塗っていくの。まずは緑に塗っておこう。でね、相手チームの方、ピンクなんですけど、ちょっと後で俺の魔法を使って色を黒に変えていこうかなと。で、最初ちょっと変えちゃうと見にくくなっちゃうから、完成した時に変えていきたいなと思います。よろしくお願いします。とりあえず塗ろう。ここね、全部一回塗る。で、後からピンクの四角を描いてもらえば、いい感じになるんですけど、結構塗るの大変なんだよね。ピンクの方が多いんだよ。緑はね、二人しかいないから。最初とりあえず頑張る。最初頑張れば、あとは調整するだけなので。あ、描いてくれてる、描いてくれてる。よし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 。隙間もちゃんと塗っとこう。で、細かいところとかも一応、見やすくするために塗る。いい感じじゃない？ここ塗れたんじゃない？ここ細かくしよう。これペチペチすれば塗れるんだよ。イカもペチペチで微調整していく。ほら、四角になってるでしょ？ほら。あ、ここもここもここも。ここも大事。こういうとこね、多分大事。最後マップで上から見るので、おかしくなって、ここもやんないとな。ちゃんと塗ろう。すごいいいね。もう四角くなってるよ。わかるかなもうみんな。炭治郎の羽織。何か無限列車めっちゃ楽しみなんですけど、あと少しで見れるのか。でもなんか結構混むらしくてさ、なんだろう、映画の予約をしないと見れなかったりして、あと映画の上映回数がなんかすごい多いらしい。あ、1日10回とかあるとこもあんのかな。あ、待って、ここ変になっちゃった。変になっちゃったけど。大丈夫か？あと1分切っちゃったぞ。よし、無限列車見る前にこれ、終わらそう、頑張って。頑張って終わらして。炭治郎の柄を作っていく。あ、見て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 。ほら。わかるみんな。わかる？今、緑とピンクだから、まあ、言うならば、あれだ、ねずこちゃんと炭治郎の色みたいになってるんですけど、あとにちょっと黒に変えていきます。オッケー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 。ひりふくん、ひりふくん頑張れ。よし、これみんな調整してくれたから。あ、ちょっと繋がらなかったかもしんない。おーおーおお、すごい。色ちゃんとなってる。猫鳴いてる。はい、ステージを変えました。で、一応ね、アジフライスタジアムは、打ち合わせをちゃんとして、こういう風に塗るか、みたいな決めたんですけど、今回、本当に全く関係ない、ぶっつけ本番で、え、ひりおくん？ひりおくん、その塗り方はなんだ？それで塗ってるのすごいな。俺ちゃんと四角くなってる。あ、すごいね。そうで、ぶっつけ本番っていうかもう何も打ち合わせなしでやったので、みんなどこ塗るとか決めてないし、なんならもう、自由。もう自由なので、ああ、パブロが先行ってる。これぐちゃぐちゃになっちゃったよ。これできるのか。いや、まあ、こっから調整していこう。でも緑が炭治郎っぽいでしょ。それすごいな。ちゃんと四角くなってんだよな。あ、コンベヤの方行っちゃった。ヒレオ。ヒレオ。あそこで書くのかな。あそこもチェックマークにするのか。あ、うまい。あ、うまい、うまい。頑張ってる、頑張ってる。ちょっと緑が足りないから付け出してあげよっか。ここちゃんと塗ってあげよう。これでチェックマークみたいな。ちょっとぐちゃぐちゃだ。やっぱ打ち合わせしないとぐちゃぐちゃになる。汚いぞ、これ。大丈夫、これ。ここ大丈夫。やっぱ、最初の時の方が綺麗だったな。ちょっと上から見よう。まあ。悪くない。悪くないね。なんだこれは。これはなんだ。元気がない。これ、パブロで頑張って塗って。どうしようこれ。ああ、もう元気ないよ。
それなんだよ、ペチペチ。うわぁ。気になる、これ。はい、よろしくお願いします。ちょっとさっきのさ、ヒレオくんがやってた塗り方結構、あれ天才だなと思って。やっぱヒレオ天才だなと思ったので、この、ジャンプして、こうチェックの、四角書いていきましょう。これみんなで合わせたらさ、マジ綺麗なんじゃない？あ、待って、目の前から切る。すれ違う。すれ違った。あれ？あれなんか、大きさってなくね？大きさ、あれ？どうしようこれ。あ、まあ、後から上から塗り直せばいいか。どう？あんま交互になってるからいいんじゃないか。そこまで悪くないんじゃないか。ただこれをどんくらい増やせるか。ここぐちゃぐちゃだ。これバルーンのとこむずい。これちゃんとできたか？なんかチェックマークになってるのかこれ。まあ、交互っちゃ交互だ。まあ、まあいいんじゃないか。え、なんか顔描いてる。なんか書いてるよ。なんだよあれ。なにあれ。あれもしかして炭治郎の顔。ヒデオくん炭治郎書いてた。はい、よろしくお願いします。今回はですね、ねずこちゃんの衣装を作っていくということで、まあ、ねずこちゃんの服といえばピンクのイメージがあるんですけど、まあ、最初に作るのはちょっと小物。ピンクの、服についてる、なんだ、帯。黒じゃないや。赤と白の帯を作っていこうかなと思います。まあ、柄で言うと炭治郎くんの黒と緑のね、柄に似てるんですけど。あれ？俺これちょっと間違えちゃったかもしれない。あ、やらかした。これ交互にやんないといけないのに。ちょっと飛び出しちゃった。で、ちなみにインクは、ケチャップ対、マヨネーズの、インクを使ってるんですけども、マヨネーズの色なんだよ、これ白って。目の錯覚なのかな？あ、光加減で違うのかな？なんか面白いですよね。これで多分全体的には濡れたので、残り1分切っちゃったんですけど、ちょっと調整しよっか。どうこれ。みんな、これ見て。なんていうの、わかるかな？あの部分、帯の部分。オッケーオッケー、四角くね。あ、最後、ここ、一応ここ。変に繋げちゃった。あ、いいじゃん。いい感じにできましたね。はい。それでは、今回メインとなるねずこちゃんの、ピンクの模様を作っていきたいと思います。で、ピンクの模様に、蜘蛛の巣みたいな、言い方悪いかな。蜘蛛の巣みたいな、ちょっと、線が入ってて、そこがすごい、細くて難しいんですけど、いけるかな？これ、ね、作り方が意外とありまして、3本線を引くんだって、平行に。これ、まっすぐな線を引くの。この後に、斜線を斜めに入れていくの。あ、ありがとう。ヒレオくんが入れてくれてる。これ斜めに線を、入れてクロスさせるの。ほら、三角形できたじゃん。この三角形の頂点を真ん中から結ぶ。ちょっと難しいけど、逆三角形に Y の字を作ればいいんだって。うわ、細くなっちゃう。これさ、ピンクがさ、全然見えなくなっちゃうかもしれない。でもこんな感じでね、つなげていくと、ねずこちゃんの模様が作れます。これはなんか教えてもらいました。ただ、線が太くなっちゃったわ。線の方が太くなっちゃった。いや、意外と難しいでしょ。線太い。絶対線太い。まあ、いっか。いや、ねずこちゃんピンクの模様なのに、黒の方が多くなっちゃうかもしれん。一応インクの色今、緑なんですけど、これ黒に変えます。じゃあ、これでいっか。まあ、そこそこね、ぽさは出ました。さあ、上から見たらどうなったか。あ、でも、網目状になってる。網目状になってるよ。色変えたら、やっぱり、線が太くなっちゃった。
今までちょっとずつさ、ねずこちゃんのあの小物作ってきたんですけど、今回は全部組み合わせて、あの、ぽさを出していこうかなと思います。黒いけど、黒いけど色合いは間違ってない。こっちの方が、ぽいな。はい、間違えました。箱奥倉庫縄張りバトルです。よろしくお願いします。と言いつつ、前列を作っていくんですけども、あのね、色がね、別のステージの色であって、黄色と白ってあの、俺の魔法を使わなくても、あの、大丈夫なようになってたの。で、それ最近やったあの、鶏と卵のフェスの色が、ちょうど良くてさ、めっちゃいい。めっちゃ多分見やすいと思うんですよね。作ってる段階から結構、見えてくるんじゃないかなって、はい、思います。まずね、これ塗っていくんですよ。今回もちょっとね、練習してから撮ってるんですけども、まずは満面なく塗る。で、隙間とかはね、若葉の方に塗っていただいて、これあの、白い、あれ、エクスプロッシャーで、あの、丸作ってもらったんですけど、これをね、あの、チャージャーで、形を作っていくっていう、感じでやってます。これがそこそこ、綺麗な形になるんですけど。まぁ、ちょっとね、あの、勢いが強すぎるとね、変になっちゃうので、そこは調整していきたいと思うんですけど、どうだ？まぁ、若干、三角になってるんじゃないかなって。よいしょ。あ、やべ、ちょっとミスった。ちょっとミスった。あー、これ修正しなきゃな。もうちょい削った方がいいかな。やべ、隣にも影響出ちゃってるな。斜線が長すぎるとね、難しいな、これ。三角作るのって難しいわ。やばい、時間ない。やばい、ここ時間ない。やばい、白埋めよう。あれ待って、これ向き逆じゃね？やばい。ちょ、だ、くそ、変になっちゃった。あ、いいじゃん、綺麗じゃん。前逸だ。やったー！あそこの部分だけ変だけど。猫鳴いてる。はい、今回はですね、さっきの、練習したこと、チャージャーでやってきたことは全部忘れて、まあ自由にね、やっていきたいなと思うんですけども、これちょっとローラーできました。ローラー、このコロコロで意外と弾けるんじゃないかな。ほ、見て。意外と弾けてない？ほら。とかなんならチャージャーより良くない？これ。チャージャーより良くないか。で、最後こっち側でしょ？プリンみたいになってる。てか、富士山とか。あ、待って、うまい。これ良くない？黄色。おお、めっちゃ綺麗じゃん。あ、なにこれ。北斎でやってんの？北斎ちょっとこれ消したいけど。待って、ローラーめっちゃ速いかも。なんならチャージャーよりいいかもしれないよね。あ、ありがとう、ヒレオ。ありがとう。ほら、ちょっと三角っぽい。素晴らしい。ヒレオくんがカモンしてるぞ。あ、白いの欲しいんだ。白いの欲しいって言ってるヒレオくん。来た、白いの来た。頑張れ。ヒレオ頑張れ。一緒にやろっか。あ、これこっちからの方がいいかな。あー、ぐちゃぐちゃになっちゃった。あ、ごめん。これ一回消して、これやり直そう。ごめん。攻撃されてるよ、くんね。これ一緒に綺麗にしよう。はい。え、同じとこ行っちゃった。待って。ちょっと、これまずいよ。これまずいよ。ごめん。汚くてごめん。まずい、ここできなくなっちゃった。白いのなくなっちゃったよ。四角い。ちょっと四角いぞ。あ。威力文字書いてる。字書いてる。なんだこれ、せか。あ、善逸の字か。これ、文字書いてるぞ。うまいな。綺麗だね。あ、んだ。これ、運をさ、ちょっと伸ばしといてあげよう。つなげとこ。ちょっとつなげとこ。チピチで塗る。
あ、いい感じ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 。いい、いいだよね、これ、いい。善意。善意。すげえな、ちゃんと文字書いてんだな。あ。落とした。どうした？ミオくんが呼んでる。ここ、ここに来いって、やだ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 。俺ここやだよ。ヒデオくん。危な！狙われたぞ今！怖かった。ヒデオくんさ、こっち来てよ、ヒデオくんが。ヒデオくん。ヒデオくん、ヒデオくんここ。ここヒデオくん。あああはい、それでは、鬼滅の刃のキャラクター、煉獄さんを作っていきたいと思うんですけども、書くのは、羽織の模様じゃなくて、束のとこですね。剣のところ。あ、ヒデオくん、ありがとう。ヒデオくん。なんか書いてくれてる。で、今回束を書くので、そんな人はいらなく、ヒデオくんだけでも、二人だけでもいける。ヒデオくんがね、炎のとこ書いてくれてるのかな？俺ちょっと中を書きます。炎の、内側ですな、黄色いところ。つかがちょっとイメージできない人は画像を置いときます。今ちょっとヒレオくんに攻撃されたな。ちょっとはみ出しちゃってもいいかな。これでいいか。で、最後今ね、ヒーロー対ヴィランのインクを使ってるんですけど、まあ、色を黄色に変えようかなと。そしたら炎っぽくなるでしょ。赤と黄色ってすごい炎っぽいんですよ。もうここペチ塗りでいいな。引き伸ばして、ちょっと大きくしとこうか。頑張れ、ヒリオくん。頑張れ。ちょ、ペチペチしよう、ペチペチ。これで塗ってんのは新しいですよね。これでも塗れるからな。ちょっと上から見よう。おー！いい。いいんじゃない？ヒリオくん頑張れ。頑張れ、ヒリオくん。ぴょんぴょんして。頑張れ、頑張れ。頑張れ、ヒリオくん。ペチペチして。めっちゃ暴れてる。おー！逆向きだ！はい、炎をかけたので、今度煉獄さんの眉毛ですね。すごい特徴的な眉毛を作っていきたいと思うんですけど、なんかヒデオくんが全部、全部作ってくれるみたいなので、これ今回見てます。まあ、眉毛は一色だしな。色が2個使わないからさ。一人でもかけるんよ。頑張れ。頑張れ。色頑張れ。いつも不真面目なヒレオくんが、絵を真面目に描いてるってだけでもなんかすごい可愛いのに。ピチピチして塗ってるよ。もう俺が代わりにこっちで煽っとく。頑張れ。応援しよう。ヒレオーヒレオー頑張れ。どこでもドア。お、眉毛が。眉毛ができたぞ。ま、こんな感じか。結構早く終わっちゃったので、せっかくなので、鬼滅の鬼の字を書いていこうかなと。鬼滅の木ですね。滅は難しいから、やんない。絶対難しい、滅。難しいってか多分ね、字が太くなっちゃってね、滅書けないだろうな。木だけでも、鬼だけでも書いていこう。もうこれだけでもほら、ギリ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 。繋がっちゃいそうだもん。めっちゃギリギリ。ほら。まあ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 見てください、鬼滅の木。こっちから見たらもう鬼滅の木よ、鬼よ。いい感じに描けました。ヒデオくんは何描いてるのかちょっと見に行きたいなと思います。あ、うまい。待って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 、煉獄さんの目なんだけど。すげえすげえ。待って、うまい。なにあれ、あんな綺麗に描けんの目って。うまっ。いや、これうまいわ。びっくりした、ヒデオくんの才能。おおすごい、これ普通に